イエーイ、星、シャップマン漫画節料理研究部部長のシャップマン茂崎です。今回はミスター実行よりリクエストのアンケートでぶっちぎりだった味将軍の右腕と呼ばれる男、安倍二郎とのハンバーグ対決を要望が多かった一本ずつの動画で公開していこうかと思います。洋一の串焼きハンバーグは明日公開の予定なので、どこのチャンネルかわからなくならないように、チャンネル登録して通知をオンにしておいてくださいね。それでは行ってみましょう。よろしくお願いします。それでは安倍二郎のシチュー包みハンバーグのシチューから作っていきましょう。子牛のすね肉とあと香味野菜ですね、これを一緒に赤ワインに漬け込み一晩置いておきました。まあ見事に動画は撮れてなかったんですけどね。塊のまま煮たいところですが、早く煮たいので食べやすいサイズに先に切っておきます。このお肉に塩コショウをして小麦粉をまぶしておきます。鍋に油を引いてお肉を焼いていきましょう。全体的に焦げ目をつけていったら、香味野菜も入れていきます。香味野菜はまあ焦げるぐらいまでですかね。そんな感じで炒めて青臭さがなくなるまで炒めていきます。ちなみに入れた香味野菜の内容は玉ねぎ、ニンニク、セロリ、ニンジン、トマト、ローリエが入っています。まあこれをやや大きめに切ってるって感じですね。野菜をここまで色がついて量も減ってきたら、まあ、パスタとトマトとトマトペーストを入れます。ちょっと酸味が飛んだらここに赤ワインを入れて煮込んでいきましょう。さらにここにこの間おいしんぼの至高のメニューでカブを煮て、その後残ってたフォンドボーですね、これを真空冷凍しておいたのでそれを入れて煮込んでいきます。では煮込んでいる間に玉ねぎをみじん切りにしていきましょう。今回はようちゃんのハンバーグでも使う分も一緒に切っちゃってるのでかなりの量になりますね。まあ、ここしかもう出番がないメッツァルーナで細かくしていきましょう。時間短縮のためタッパーに入れ塩コショウをして電子レンジで3分ほどチンします。フライパンにバターを入れレンジで加熱した玉ねぎを入れて炒めていきましょう。飴色とまではいかないまでも、まあ軽くきつね色かなぐらいになったらタッパーに戻し冷凍庫で冷やしておきます。付け合わせのアスパラも用意しておきます。人参グラッセも用意してたんだけどそれが見事に取れてなかったですね。牛豚の合いびき肉をボウルに入れて練っていきます。塩コショウ、ナツメグ、オールスパイスを加えました。粘りが出るまで練っていって、ここに先ほどの玉ねぎのみじん切り、卵、パン粉、ケチャップ、オタフクソースを入れて混ぜていきます。混ぜ終わったら 150g ずつの塊にして成形していきます。そして今回は煮込みハンバーグにするので周りに小麦粉をまぶしておきます。まあ、こうすることで煮込んだ時に中の油が出すぎないというか、そういう感じになるので、まあ、うまくコーティングしてもらうって感じですね。それでは一緒にしめじの方も焼いていきます。ハンバーグから出てきた油を吸ってもらいながらしめじの方に、まあ、味を凝縮させていく、そんな感じですね。このしめじが味の締めた。阿部はもうドヤ顔で親父ギャグをかましてきます。両面に焼き色がついたらバットに乗せて、まあ、シチューが煮えるまで冷ましておきます。はい、子牛のシチューです。4時間ほど煮込みました。阿部は1週間煮込むらしいですが、550円で販売するこの料理にそこまで情熱をかける阿部の料理人魂に頭が下がります。デミグラスソースを加えさらに煮込みました。それではお肉の方を取り出してソースをこしていきましょう。まあ、わざわざシチューに煮るのがめんどくさいって人は市販のなんかレトルトのシチューとか使ってみてください。阿部は耐熱紙で包みますが、今回は現代版にして透明の耐熱パラフィンで包んでいきます。ハンバーグ、しめじ、シチューソースと子牛肉、そして人参グラスでアスパラを入れて包みます。天板に乗せて下火だけ180度にしたオーブンで10分ほど焼きました。焼き上がりましたので鉄板に乗せてリボンに付け替えていきます。まあ、こいつのままじゃちょっとかっこ悪いですからね。めっちゃグツグツいってるままお客さんに提供すれば安倍二郎のシチュー包みハンバーグ完成です。それではリボンをほどいて食べていきましょう。いただきます。もうこの食撃の相馬式の香りの爆弾ってやつですね。シチューのいい匂いがやばいです。ハンバーグもシチューもお肉も柔らかくて美味しいですね。これを550円で販売していたら陽一に負けてなくてもジェネシスは潰れていた気がしますね。何気にミスター味っ子は珍しい食材とか使って再現は可能なんですが、原価計算できてないことが多いです。あの時代はこの価格が普通だったのでしょうか。
それともあのシェフのお店みたく水が800円とかして他でぼったくる寸法ですかね。ソースもめちゃくちゃ美味しいのでご飯が欲しくなります。そんなわけでご飯を追加しています。もしかしてこれご飯が1000円とかするパターンじゃないでしょうね。そういう悪いことをしてない限りジェネシスはかなりいいお店だと思うんですけどね。実は阿部には兄弟が出てくるんですが、まあ一番下の弟があのアクトプレフリーの阿部志郎さんかもしれないですね。同じ味っ子世代なら知ってますよね。ごちそうさまでした。それでは今回の研究結果です。阿部のシチュー包みハンバーグは透明のパラフィン紙に変えると映えるので、ファミレスとメニュー開発担当はメニューに入れた方がいいと思います。味商分グループ、実はこれ550円と良心的な価格です。アニメ版はめちゃくちゃだけど原作だとそこまで悪事してないんですよね。今回紹介したミスター味っ子、僕が最も影響を受けた漫画と言っていいでしょう。ミスター味っ子2になると味商分グループがあんまり悪事をしてない理由も分かったりします。よかったらこの機会に見てみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。ゴールデンウィークが終わっていよいよ6月がやってきます。6月になると鮎が解禁して僕がずっと待っていたあの料理たちが作れるようになります。さあズボラさんにもそろそろコラボの連絡しなくちゃな。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。